カズネチャンネル始まるよ。こんにちは、カズネーです。本日の撮影日は12月24日クリスマスイブです。今から我が家のクリスマスケーキ作っていきたいと思います。正直言ってクリスマスケーキ作るのすんごく久しぶりです。確かに去年は一人分ずつのケーキにした方がいいかってコロナの関係でね、なんか言って猫型ケーキ作ったのね。顔を自分でチョコペンで描いてっていうのを実はやったんですけど、まあ、今年はそろそろもうちょっと大きいケーキにしてもいいかなと思って違うケーキ作ろうと思ってます。予定ではこちらロールケーキ、これ実は私が今持っている電子レンジ、まあ、オーブンレンジなんですけどのなんか取説についてるね料理レシピ集にあるんですよ。で全然使ってなかっただけど、これをちょっとアレンジしてこうはなりません、こんな綺麗にはいきませんけど、ちょっと違うバージョンで作っていきたいと思います。クリスマスに作るからいわゆるブッシュドノエルっていうやつですね。丸太のケーキっていう意味だそうです。ではいきます。まず1個ね材料忘れたんで、なので急遽ここだけアレンジ、ベーキングパウダーをする。なのでベーキングパウダー入ってないから粉減らしてホットケーキミックスとして、ホットケーキミックスベーキングパウダー混ざってる、だからこれでちょっとごまかします、すいません。とじっちゃいました。粉は 70g かな、今入れました。もう小麦粉ですね。でこれをふるいにかけるので、ああ結構出ちゃう、大丈夫か、雑だねやることがね、シャカシャカふるいにかけます。よし、粉はこれと、あとなんて砂糖か、砂糖 60g って結構ないような気がする。どっちかっていうと甘さ控えめの方がありますけど、ちょっと減らそうかな。っていうのはホットケーキミックス使ったんで、あれに砂糖入ってるだから甘すぎちゃうかも。レシピは60なんだけど50にしとこうかな。お菓子は正直レシピ通りやった方が成功率高い、下手にアレンジすると失敗する。わざわざ試作までしたのにね変えちゃうっていうねひどいよね、よくよく考えたらね。これ甘すぎるからちょっと確認しよう。いや絶対なんか怖いな、自分で言っといてなんだけどバターね、こちらのバター、これ四角くなってるねバターを3つ、 20g って書いてあるんですけどこれ 21g あります。これを電子レンジで温めて溶かしておきます。これがさ、やりすぎるとさひどいことになるので気をつけないとね。バターのいい香りが、よし、ちょっと見えないかもしれないんですけど、もうこの段階で余熱しちゃいます。はい、お湯入ります。ちょっとだけ、あんまり熱くないんですけど、お湯入れてだけ温めながら、中が寒いんで温めながらやります。ここに、はい、卵黄だけですね、卵白は後でやります。卵黄が入りました。大体3つ、 M サイズ3つって言った方がいいのかな。でここに砂糖、先ほどふるいにかけた砂糖を入れます。全部入れても大丈夫か、砂糖がバターをね慎重に入れた方がいいんだけど、そう、分離しやすい。でもバターが入る入らないで全然味が違うからさ、あったかすぎてもダメなんだ。そう、それが難しいんさ。35度から40度だから触れるくらい。でバニラエッセンス、はい、バニラエッセンス、これをちょっとだけ入れます。ほんのちょっとでいい、ほんと香り付け。よし、ここから時間との勝負なんで、こんな感じかな。粉いきます。バターが最初だった、もしかしてバター入れるタイミングわかんない。あれ、バター入れるタイミングかな。え、やば、間違えたかもしれないごめん、間違えたかもしれない。多分逆だな、失敗したらごめんなさい。型に入れます。均一にした方がいいな、こうやってやっと立ち寄らない、こんな感じかな、大体。もうそろそろ余熱が終わると思うので、はい、じゃあ余熱が終わったのでやめます。これは下の段かな、上はもう次にここに入れて、10分から15分なので一旦10分で様子見ます。今焼いてる間に生クリームホイップします。で、これ一つで砂糖 15g だって。こんなに多くないと思う、言っても15g ってあるよ、結構あるな。こんな感じ、意外にあります。で、ホイップ開けます。氷
氷水で冷やしな。冷やしながら、よいしょ、すんげー跳ねる。もっとチョコっぽくする、うん、結構甘いな。だったらサソリなきゃよかった。こんな感じでどう。はい、いけー。はい、おー、いい感じ。焼けてるね。お、いい感じ。こんな感じでどうですかね。大丈夫そう。これ濡れた時なんだけど、さあこれ角ね、ホッチキスで止めてあるんだ。セロハンテープ使えないから、ホッチキスが一番いい。形作るときはね、剥がれそう。大丈夫だ。これがね、剥がれにくいときが大丈夫。ホッチ、そっとびっくりしました。すごい。もうちょっと冷ましてからやりたいと思います。あれが溶けちゃう、生クリームが溶けちゃう。少しね、粗熱が取れた。次ホイップクリーム、こんな感じなので、このバターを乗せて巻きます。この巻くのが下手なんだ、これが私。どうかな、見た目は一応なってる。端っこも隠しとこうかな。後付けするなってね。例えば端っこ食べるのはママの役目なのでいいです。これを一回ちょっとね、しんなりさせたい。しんなりしんなりね、しんなりさせたいので、こうやってね、ラップに包んで、これで冷蔵庫保存したいと思います。今が今終わった時間がもう12時近いんですけど、ちょうどだから6時間後ぐらいにはもうちょっとしんなりするんじゃないかな。これでね、冷蔵庫入れておきます。はい、オッケー。6時間ぐらい寝かせたロールケーキです。ここに仕上げの飾りをしていきたいと思います。先ほど生クリームで半分残しておきました。で、こっちにココアパウダーですね、砂糖の一切入ってないココアパウダーを足して少し色を濃くしました。両面に塗っていきます。本当はね、生地もね、ココア生地でやった方が隠れるんでいいんですけど、なんか全部がチョコの味みたいになっちゃうのはなんかつまんないかなと思って、わざと生クリームをね、チョコ味にしたのももしかしたら初だったかな。やったことない。ブツブツって粉が出るように、これわざとです。本当ならこういうのしないんだけど、この方がなんか木に見える、ブツブツしてる方がと思ってわざとに。で、予想以上に砂糖入れちゃったんで甘くなっちゃったから、甘くない純ココア入れてみたい。少し味の調節をしたら多分結構甘いと思う。まあね、こんな時なんでね、クリスマスぐらいはね、あんまりカロリーとかなんとか気にしないでやってます。クリスマスとかさ、誕生日とか年末年始とかはね、特別感があった方がいいでしょ。そんないちいち気にしながらなんていうのはなし。料理が好きなお子さんだと思う、こういうのも手伝いたがるかも。うちの子はね、すいません、全くやりません。いつかやらせようとは思ってるんですけどね、まだまあ無理しません。てかね、今回は特にママが自分の経験がないからね、下手なこと言えないのよ。だから無理に手伝わせたりしないんだけどさ、お恥ずかしながらケーキを作ったのもいつ以来だろうっていうぐらい前なので。ロシドノエルすんごい久しぶり。当時は老人ホームに勤めてる時で、もっとね、簡素的なやつ、市販のロールケーキ買ってきちゃって、その後の飾り付けを利用者さんと一緒にやったの。今途中からフォークって鳴らしてるんですけど、こうやってやると余計木に見える。わざとです、これ。こうやってやると木っぽいでしょ、うん、途中でヘラから切り替えたのはこういう意味。そう、わざとね、ボコボコにさせてさ、ね、木の雰囲気を出しています。本当だね、もうこれでもいいらしいのよ、本場では。だけどちょっと寂しいよね。これでフルーツで飾ろうかなっていう感じです。はい、じゃあフルーツ盛り付けていきたいと思います。まあ、本当適当ですね。こうやってペタペタと、あんまり気にしてないので、ちょっとこうギュッてちょっと押し付けないとあれでもね、多分落ちるよね。どのくらい乗るかがちょっと想像がつかないので勘なんですけど、本当はね、ロールの中に入れてもいいと思うんですよ。中ね、今日バナナ入れちゃったんで、これを入れないでおいたんですよ、ね、貼り付けてるような感じだけど、でもいいでしょう。2倍重視映えますかね、少しは。綺麗ね。もうね、これね、お皿のまま、お皿のつもりでこのままいきたいと思います。はい、ケーキはこれで以上です。ルシドノエル完成。カズネんちのクリスマスディナー出来上がりました。まずこちらが先ほど作りましたブッシュドノエル。その他ね、こちら寿司ケーキ
ですね。あとクリスマスツリーの都合だったんですけど、ちょっと低くなっちゃったけどね。中ね、ポテトサラダです。そしてこちらが唐揚げ。本当はね、骨付き肉の予定だったんですけど、骨付きめんどくさいと言われて唐揚げになりました。我が家らしいですね。本日飲み物は何ですか？ポケモン。パパは何ですか？これ何？スパークリングワイン。いいね、これね。なんで赤と白の2本なんでしょう。ママはね、すいません、飲めないんでコーラで。じゃあそれでは食べましょうかね。メリークリスマス。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。